もしもし？あ、なに？ごめんね。でもまさかそんなに驚くとは。こっちがびっくりしたぐらいだよ。あ、うん。君はお加減に用事なのかな？もしかして入部希望者？あやちさんに？あ、もしかして告白とか？あやちさんかわいいもんね。そうだけど。あれ？ごめんね。失礼なことを聞いちゃうけど、話したことあったかな？それで君はさっきから扉の前で立ち尽くしているわけだけど、中に入る？入らない？もし入らないなら少しずれてくれるとありがたいかな。ごめんね。うん、ありがとう。でもいいの？入らなくて。そうだ、もし一人だと勇気が出ないなら私と一緒に入る？心配しなくても私はすぐに外に出るから、二人っきりにしてあげるってば。ガッテン、一緒に入ろっか。出れなくてもいいんだよ、別に誰かに言ったりしないから。はい、開いていますよ。失礼するね。こんにちは、あやちさん。戸隠会長。星名くん。ちょっとだけ時間をもらえる？話があるから。それは構いませんが、どうして星名くんが一緒にいるんです？星名くんって君のことだよね。まさか、もしかして学生会に報告を？報告って何を？ですから、でもそれなら一体どうして二人で？星名くんとは部室の前で一緒になっただけだよ。そうですか。なんかあれだね、あやちさんが動揺するなんて珍しいね。なんだか怪しい匂いがするかも。でもそれは二人だけの秘密なのかな。かなり大きそうな秘密の予感。それは。ごめんごめん、違うの。別に問い詰めたりするつもりはないから安心して。ここに来たのは他の要件だからね。他の要件とは、以前からおっしゃっている件ですか？うん。ほら、私もそろそろ会長を引退して、新しい会長に代替わりするでしょ？そのタイミングで、ここを開けてもらうことになるかも。次にどこが使うか、話し合いも必要になるだろうしね。そうですか。知ってるかもしれないけど、オカルト研究部には、あやちさんしか所属してないんだよね。去年からずっと一人で新入部員はなし。だから、
部の規定人数に達していないって問題がね。一人で部室を使っていることに、他の学生、特に大所帯の部活や同好会から不満の声が上がっちゃっててね。そういうことになっちゃうね。私としても気が重いんだけど、これも会長の責任だから。ということで、あやちさん、伝えていた通り。わかりました。仕方ありません。ああ、でも10月までに部員数が規定の3人になれば問題ないはずだからね。そこは今年度の初めに言った通りだよ。まだ時間はあるから、諦めずに頑張ってね。わかりました。ありがとうございます。ということで、私の話はこれでおしまい。じゃあ、あとは若い2人に任せて、お姉さんは退散するよ。ファイト。あ、でも学院内ではやらしいことしちゃダメだよ。